My name is Kyoka Horiguchi. I'm 20 years old. I'm doing double major in linguistics and Spanish. My name is Kenta Koike, and I'm 23 years old, and my major is English. I'm Minaho, and I'm 21 years old, and I'm studying sociology. Oh, my name is Hiroyuki Nezu. I'm 44 years old, and I'm studying Master of Applied Data Science. ニュージーランドを選んだ理由は、まず第一に、安全面ですね。旅行ではない、留学は旅行ではないので、やっぱ長期的な滞在になるので、やっぱり安全面がしっかり確保されていないと、自分は安心して勉強ができないと考えたため、まずその一つ目の理由が安全面ですね。で、二つ目の理由として、私の友人がニュージーランド出身で、18年くらいかな、大学から日本に来たんですけど、その友人が、とても勧めてくれて、で、あと人間性がいいっていう、人間性、うん、がいいって言ってたので、私も実際ホームステイにとても興味があったので、やっぱりフレンドリーな人でないと、やっぱりコミュニケーション難しいかなと思って、そこも、はい、一つの理由です。そうですね、結構マスターのコースって2年のコースってあんまり外国だと少ないかもしれないんですけど、カンタベリー大学は結構1年で取れる修士のコースがいくつもあって、自分の住んでるフラットの子たちも結構1年間で例えば災害対策の勉強修士を取りに来たりとか、そういう意味では結構専門的なこうキャリアを1年間で勉強できるみたいなコースがたくさんあって、そこは魅力的なところだと思います。やっぱり UCIC もみんなそれこそインターナショナルの生徒がまず来るので、その最初の取っかかりとしては、お互い第二言語でやってる者同士がこうクラスメートだったりするから、こう最初に英語を話すときに割と物おじせずに英語を使っていけるっていう良さもあるのと、先生もこっちがその慣れない英語でやってるっていうのをちゃんと理解してくれてるし、質問いつでもいけるし、こうすごく助けになってくれるので、最初にやっぱり不安がある人としては、 UCIC から始めるのはかなり心にはいいと思いますね。CCL は最初はその自分が通ったのが、ジェネラルイングリッシュコースっていう午前8時、8時半からのコースと、あとその UC に入るためのファンデーションコースとして EAP2 っていうクラスを取っていたんですけど、その2つのクラスではしっかりと時間が決まっているため、その何時に学校に行って何時に授業が終わるっていう、もうスケジュールがもう毎日同じだったので、自分がそのタイムマネジメントをする上でもとてもやりやすかったですし、やっぱりクラスのみんなと一緒なので友達も作りやすかったと思います。例えば勉強で困ったらアカデミックスキルセンターに来てください、エッセイの書き方が困った場合、こういうなんか課題のタイムテーブルに困った場合、あとプレゼンテーションってどうするの困った場合とか、プルーフリーディングが欲しい場合来てくださいっていうのところもあるし、あとはキャリアセンター、将来の仕事について悩んでるとか、それこそ短期のアルバイトでも何でも仕事のことについてあったらここに聞いてくださいっていうセンターもあるし、それこそレクリエーションセンターとかジムみたいなのがあったり、そう体のことで最近ちょっと体調が悪いとかでも、そのメンタル的な問題でちょっとやっぱり勉強に集中できないってなったらここに来てくださいっていうところが、すごくこう幅広くいろんなところがこう門扉を開けてくれてるので、それはすごい助かると思います。そのインターンシップのコースで私は、主にクライストチャーチにあるラジオ局でお仕事を一緒にしていて、特にそこでは、留学生のチャンネルを担当している人と一緒に仕事していて、そこのラジオのコンセプト自体が私はすごく気に入って、その仕事を通して知って、そこのラジオ局は英語だけじゃなくていろんな言語で放送をしていて、ここに住んでいるいろんなマイノリティの人とか
移民の人たちが集まって自分たちのこう自分たちの言いたいことを発信できるところを提供しているラジオ局だと思っていて、それがすごそのアイデアがすごくいいなと思って、私の地元にもそういう移民の人とかが結構いるので、そういう場所が提供できるような仕事に就けたらいいなっていうふうには今考えています。まあフラットの仲間たちと何かあったら大学のことについて相談できるというか、まあ、同じ環境で勉強してるんで共有できるっていうのが一つあって、あと他には大学のネットワークにそのままこう Wi-Fi とかがつながってるので、自宅の自分のパソコンから大学のネットワークにつないでそのまま勉強できるのが便利です。以前大学入学前に私は、ホストファミリーアメリカでホームステイを3回ほどしていたんですけれども、ニュージーランドでもやっぱりその経験からやっぱりホームステイにとても興味があって、そうですね、2月の終わりにこっちに着いたので2月の終わりから6月までお世話になってました。で、やっぱり異国の地で行ったことがないので、やっぱりそうですね、やっぱり何もわからない状況で自分で何か行動するのはとてもやっぱり勇気があることだと思うので、やっぱりそういった面でのサポートですとか、ニュージーランド私甘いものが好きなのでなんかそういったものをなんか紹介してくれたりとか、そういったなんだろう自分が知らない情報をやっぱり現地の人から教わるっていうのは一つの大きなアドバンテージというかプラスになるものだと思います。はい、私は SBA っていうスチューデントボランティアアーミーっていうボランティアサークルに入ってました。そこで特に私が印象に残っているのは、今年は2回ぐらい参加したんですけど、キャンプがあって、ボランティアキャンプがあってクライストチャーチの外に出て、2泊3日くらいでそこの地域でボランティア活動するっていうのがあって、それはすごく地域の人ともコミュニケーション取れますし、参加した学生同士がすごく仲良くなれる機会なのですごくいいなと思っています。勉強は時には大変なこともあるんですけど、まあいい仲間に囲まれて助け合いながらやると乗り切っていけるもんだと思うので、ぜひチャレンジしてもらえたらいいなと思います。頑張ってください、はい、人生1回しかないので、やっぱやりたいって思ったらもう絶対やるべきだと思います。で、一切後悔してません。留学本当何とでもなります。留学はなので大丈夫です。はい、ぜひ自分の夢に向かって追求していただければ大丈夫だと思います。